別紙温泉は愛媛県新浜市の別紙ラインの真ん中にあるマイントピア別紙本館内にある温泉である。平成28年4月15日に全面改装してオープンした。内風呂露天風呂船室は低調性中性冷凍線である。露天風呂には37.8度の炭酸泉の湯船及び42.6度の酸素線の湯船があり、 新居浜市の企業が開発した装置により、人工的にそれぞれに酸化炭素と酸素を含有させたお湯である。また、三つの壺湯や四人が、同時に寝そべれる寝湯がある。高い平後しではあるが、山々を望むことができる。内風呂には、大浴場と浅い子供風呂、リラクゼーションジェットバス風呂、遠赤外線サウナ風呂、水風呂があり、別の設備として、岩盤浴や、 岩塩浴がある。ボディソープとリンスシャンプーが備え付けであるが、タオルなどは別料金である。道の駅マイントピア・ベッシに併設された温泉施設で本館奥のエレベーターで4階まで上がるとある。マイントピア・ベッシでは、ベッシ銅山に関する展示などを見ることができる。温泉ゾーンには、定食やカレーライスの食堂がある。また、別階にもレストランがあるが、 温泉ゾーンから一度出ると戻れない。なお、男女別の日帰り温泉施設で宿泊はできない。大人500円、小中学生300円、幼児200円、65歳以上と障害者400円、回数券あり。脱衣所のロッカーは100円玉を入れるが返却される。100円玉、両替機あり。営業時間10時から22時岩盤浴600円。 平成28年4月のリニューアル以前は、温泉保養センターヘルシーランド別詞の名称だった。ありがとうございます。